ウェルビジョンのオーラです。本日もウェブサロンでアップする商品をご紹介いたします。サイズ金額状態のお問い合わせの方が、掲載後、ウェルビジョンウェブサロンの方によろしくお願いします。これから紹介する商品が7月の14日、夜の21時にアップされる商品になります。詳しくは下の概要欄に貼っているので、そちらチェックしてみてください。まずこちらの T シャツですね。タグなんですけれども、ちょっとクシュッとなってますけども、こちらミディアム表記かなと思います。はい。100% コットンの白ボディ、そして US アーミーのこちらプリントが染み込みで入っております。はい。で、コンディションとしましてもユーズの状態ではありますが、致命的なダメージは全く見受けられません。サイズ表記、ミディアム表記です。ちょっと僕だと、身幅はタイトになりますが、着丈もしっかり残っているようなサイズ感かなと思います。こちらでお値段、19,800円の消費税になります。続いてこちらのチャンピオン T シャツ。タグはこちらですね。サイズがダブル XL の表記になっております。アシッドグレーのボディですね。プリントがラバープリントで2段入っております。コンディションとしましても、特にね、ダメージ感や汚れだったりとか目立つものはなさそうです。サイズ表記もダブル XL にはなりますが、着丈も長すぎなくて着やすいシルエットかなと思います。こちらでお値段の方が5800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがこちらですね。サイズ表記が XL 表記になっております。こちらもアシッドグレーのボディに、こちらのミッキーのプリントが入っております。はい。こちらに関してもね、まあ、ユーズの状態ですけれど、全然致命的なものなさそうです。コンディションいいですね。サイズも XL 表記、僕が着用してもゆったりと大きく着れるいいサイズかなと思います。こちらでお値段なんですけれども、7,800円に調整になります。続いてこちらの T シャツです。タグがこちら、ダナキャラニューヨーク。サイズの方が、こちらワンサイズフィッツオールの表記になっております。はい。そして黒ボディですね。こちらラバーでプリントが入っております。96円。特にね、激しいフェード感だったりとか、ダメージ、汚れというのを見受けられないのかなと思います。ワンサイズフィッツオールの表記です。まあ、SML で言うと XL ぐらい、XL 相当のサイズ感覚かなと思います。こちらでお値段の方が7,800円の調整になります。続いてこちらナイキの T シャツです。タグがこちらでサイズ表記が XL 表記になっております。はい。で、ネイビーボディですね。にセンタースウォッシュのロンティーパターンになっております。はい。軽くね、全体的にフェードだったりとか、ちょっとしたこういうね、小穴が開いたりするぐらいの印象です。サイズ表記も XL 表記。僕が着用してもかなりね、肩も落ちるようなオーバーサイズの1枚かなと思います。こちらでお値段が6,800円に消費税になります。続いてこちらもナイキの T シャツです。タグがこちらですね。サイズ表記が L 表記になっております。赤ボディにこちらジョーダンのプリントですね。こちらの方に入っているパターンで珍しいかなと思います。はい。サイズ表記が L 表記ですね。僕が着用してかなりいいバランスで着れるようなサイズ感だと思います。こちらでお値段9,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグの方はこちらついていない1枚になるんですけれども、黒ボディですね。そしてラバープリント。白のこの抜きのね、感じのプリントが入っている。ちょっとね、洒落た1枚かなと思います。バックには何も入らないです。はい。サイズ表記ちょっと確認が取れませんが、ちょっとね、面白い形してます。幅広で、短丈の形ですね。かなり面白いシルエットになりそうな1枚です。こちらでお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがアンビルですね。サイズが L 表記、アメリカ製ボディの 100% コットン。そして、淡いね、グリーンの色味にこちらのお魚さんが入っているプリントです。ちょっとね、気持ち、薄汚れがあったりとか残っているようなコンディションではありますが、ダメージというダメージはなさそうな印象です。サイズ表記が L 表記ですね。アンビルの L 表記。僕も結構好きなサイズ感の1枚です。こちらでお値段なんですけれども、こちら5,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがこちらのギャップの1枚ですね。サイズ表記が XL 表記になっております。100% コットンの白ボディ、そしてこちらに中央のプリントが入っております。はい、で、バックには何も入らないです。白ボディです。結構綺麗な状態だと思います、はい。サイズ表記も XL 表記です。僕が着用してもかなり、ね、ダボッとするシルエットだと思います。こちらでお値段の6,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグの方がこちら、デルタのボディですね。サイズが XL 表記になっております。はい。そしてこちらのプリント、ラバープリントで入っております。はい。こちらに関しても特にね、致命的な汚れダメージではなさそうなコンディションのいい一枚です。サイズ表記が XL 表記です。僕が着用してもゆったりとね、着れるぐらいのサイズ感になっております。こちらでお値段5,800円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグの方がこちらですね。サイズが L 表記になっております。はい。そしてこちらのプリントパターンなんですけれども、ちょっとね、ボーダーの柄になっている1枚です。ちょっ
っとした薄汚れがちらほら残ってるような印象ではありますが、ひどい茶系に困るようなものはなさそうな一点です。サイズが L 表記ですね。こちらも僕は、程よくゆとりを持ち切れるぐらいのサイズ感だと思います。こちらでお値段の方が5800円に消費税があります。続いてこちらの T シャツです。タグはこちらのヘインズのボディですね。サイズが XL 表記になっております。 100% コットンの黒ボディ、そしてこちらのスカルですね、ラバープリントで入っております。はい、コンディションとしましてもね、激しいフェードだったりとかダメージ感もなさそうないい印象です。サイズが XL 表記になるので、こちらもねかなり着丈も残っていて、はい、大きめのサイズ感かなと思います。こちらでお値段が 29,800 円に消費税になります。続いてこちらのハーレーティーですね。タグがこちらの方になっていて、はい、ヘインズのタグこちらもついております。 XL 表記です。はい、そしてこちらのプリントがめちゃくちゃ状態ですね。プリントの割れも全く ない状態です。はい、バックにもこちらですね入っております。サイズも XL 表記、おそらく縮み出てないんじゃないかな。めちゃくちゃコンディションもいいですし、はい、形もね本当縮んでない形だと思います。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてもハーレーティーですね。タグがこちらの方になって、サイズが XL 表記になっております。黒ボディの 100% コットン、そしてこちらのプリントが入っております。ちょっとしたねこういう小穴が開いてるコンディションではありますが、雰囲気として見ていただけたらなと思います。サイズが XL 表記です。こちらも僕はオーバーサイズで着用できるサイズ感です。こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグの方はこちらギルダンのボディですね。サイズが XL 表記になっております。 100% コットンの白ボディです。そしてこちらのプリントが入っていて、バックですねこちらにも入っております。そして肩の方ですね、こちらの方にセガと入っております。はい、でこちらに関しても特にダメージ感はなさそうなフレですね。サイズ表記も XL 表記になるので、僕が着用してもこれダボツシルエットになっております。こちらでお値段 15,800 円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグの方はこちらジャージーズ。サイズ表記の方がこちらで L 表記になっております。100% コットンの黒ボディですね。にこちらのプリントがラバーですかね。に入っております、はい。そしてバックには何も入らないです。こちらもコンディションはかなり良さそうですね。サイズも L 表記。僕が着用してもいいサイズが着れると思います。こちらでお値段が 12,800 円に消費していただきます。続いてこちらの T シャツです。タグはこちらギルダンのボディです。サイズが XL 表記、 100% コットンの白ボディです。で、こちらですね、胸元にワンポイントでチェイス入っておりまして、バックにこちらトイザラスの企業ものですね、入っております。こちらに関してもコンディションめちゃめちゃいいです。はい。サイズ表記も XL 表記になるので、かなりオーバーサイズに、はい、ダボとなるようなサイズ感です。はい、こちらでお値段の方が 15,800 円に消費税になります。続いてこちらのキャラクターものですね。タルテックス、こちらタグでサイズが L 表記になっております。100% コットンのパープルボディですね。にこちらのアナスタシアのプリントが入っております。ちょっと軽い全体的なね、フェード感だったりとか、この肩の方にね、少し色抜けでしょうか、あったりするものですが、バーガーキンこちらの協賛でしょうかね、入っております。はい。サイズ表記がこちらで L 表記になりまして、僕が着用すると、はい、いいサイズ感で着れるかなと思います。こちらお値段の方なんですけれども、こちらが 15,800 円に消費税になります。続いてこちらの T シャツです。タグがこちらの方ですね。サイズが L 表記、 100% コットンの白ボディに、こちらですね、シンプソンズのお父さんのです。 Just Do It Just Donuts と入っております。パロディですね。ちょっとなんか手書きのね、こちらのものが残っているようなコンディションにはなります。はい。サイズ表記が L 表記になりまして、僕が着用してもいいバランスで着れるかなと思います。こちらでお値段の方が 9,800 円に消費税になります。続いてこちら、アメリカティーですね。タグがこちら、シリアルキラーのもの。サイズが L 表記になっております。はい、ちゃんとアメリカ製の表記も入っていますね。グレーボディにこちら、グッドフェローズ。はい。デニーロ兄さんですね。はい。コンディションとしましてもかなりいい状態かなと思います。サイズも L 表記。僕が着用してもね、いいバランスで着れる。はい、着丈も長すぎなくて着やすいと思います。こちらでお値段が 19,800 円に消費税になります。続いてこちらですね。アニメティー。タグがこちら、ドラゴンボール Z のタグです。サイズが WXL 表記になっております。はい、で 100% コットンの白ボディですね。にこちら、胸元中央の方。
タイトルが入ってまして、バックですね。こちらの方にキャラクターが入っております。はい、スーパーサイズ3の時ですね。まあ、ちょっと手書きでね、こういったメッセージが入っているようなコンディションだったりとか、薄汚れがちらほら残ってるぐらいの感じです。サイズ表記は XXL になるので、この辺はね、着れない方ほとんどいないぐらいのサイズ感かなと思います。めちゃめちゃでかいです。こちらでお値段の方が 12,800円に表示されています。続いてこちらの T シャツになります。タグの方がこちらジャイアントですね。ちょっとこちら、切られちゃってますけれども、サイズミディアム表記 100% コットンの黒ボディにこちらメタリカのプリントですね、入っております。あとパセットのね、コピーライトも入っておりまして、はい、グラフィックいいかなと思います。バックにもしっかり入ってますね。フェード感ぐらいかなと思います。気になる点は全然なさそうです。サイズがミディアム表記というところで、僕だとこのサイズ感はちょっと気持ちジャスト目かなと思います。こちらでお値段なんですけれども、25,800円に消費されています。続いてこちら、アイアンメールですね。タグがこちらのデルタのボディ、サイズが XL 表記になっております。100% コットンの黒ボディにこちらのイーツラの、はい、プリントが入っております。バックにもこちらですね。はい、そしてこちらに関してもフェード感ぐらいかなと思います。ちょっと首周りがね、気持ち見受けられるというところです。サイズ表記、XL 表記ですね。僕が着用するとかなりオーバーサイズになるのがビッグシルエットです。こちらでお値段の方が 25,800円に消費されています。続いてこちらですね。タグの方はこちらちょっと切られちゃっている状態なんですけれども、白ボディにこちらモリッシーですね。スミスの、はい、のプリントが入っております。ちょっとネックが広がってるぐらいの感じでしょうか。はい。バックにも入っていまして、はい。致命的なものはなさそうですね。サイズ表記で言うと間違いなく XL アップはあると思います。かなりでかいです。こちらでお値段の方が 29,800円に消費されます。続いてこちらの T シャツですね。タグの方はこちらジャイアントのタグで、サイズが L 表記です。100% コットンの黒ボディにこちらホールですね。メンバーフォトが入っている。かなり人気どころかなと思います。バックの方にもこちらですね。入っておりまして、コンディションにしましても特にね、ダメージや、はい、ひどいフェード感も見受けられなくてコンディションいいと思います。サイズも L 表記です。僕が着用して、いいバランスになるようなサイズ感だと思います。こちらでお値段が 79,800円に消費されています。続いてシャツ類ですね。半袖シャツからいきます。タグがこちら、ラルフローレンのものになっていて、サイズが L 表記です。ボタンダウンの、はい、仕様ですね。そして水色のポニーマークが入っております。こちらもコンディション的にはね、全然問題になる点は見受けられないかなと思います。サイズも L 表記です。僕が着用してもね、かなりゆったりするようなサイズ感。こちらでお値段5,800円に消費税になります。続いてこちらになります。タグの方がこちらですね。はい。メイドインジャパンのものですね。サイズ表記の方はちょっと記載が見受けられませんが、ハーフジップ仕様ですね。で、こちらのジップ、YKK かな、の方が使われております。そして、胸元ですね。刺繍だったりワッペンが貼られていたり、バックにもこちらですね。はい、刺繍が入っております。コンディションとしましては、ユーズドですけども、はい、ダメージや汚れとかもひどいものはなさそうです。サイズ表記が、ちょっと確認が取れませんでしたが、こちらで実寸 S ぐらいの感覚だと思います。ちょっとまあ、プルオーバーっていうのもあるので、僕だと着用正直難しいサイズだとは思います。こちらでお値段が 29,800円に消費税になります。続いてこちらも半袖シャツですね。こちらのタグがついております。東京ジャパンと入ってますね。はい。で、こちらに関してもサイズ表記はちょっと確認が取れないものになっております。はい。そしてブルーベースですね。ちょっとした汚れが薄汚れ残ってるコンディションだったりはしますけれども、バックですね。はい。こちらの方に入っております。1966。いいですね。はい。で、こちらに関してもサイズ表記がちょっと確認できなかったんですけど、こちらも同じぐらいかな。実寸 S ぐらいかもしれないです。ちょっと僕には、はい、小さいよっていうサイズ感の1枚です。こちらでお値段の方が49,800円に消費税になります。続いて、ハワイアンシャツですね。タグの方がこちらになっていて、サイズがミディアム表記になっております。はい。ブルーベースのね、この花柄のレイヨンの1枚です。はい。特にね、困るようなコンディションなさそうな、点ですね。サイズがミディアム表記というところでして、ちょっと縮みがね、出てるぐらいかな。僕だと、ちょっとバツバツのサイズ感にはなりそうです。こちらでお値段の方が12,800円に消費税になります。続いて、こちら、いい方なんですね。タグがこちらの花木です。サイズ表記の方がこちらで L 表記になっております。エンジボディですね。にこちらパームツリーのね、ホリゾンタルパターン。
ここは人気どころなんじゃないかなと思います。はい。サイズが L 表記になるので、僕が着用してめちゃめちゃいいバランス、いいサイズ感になると思います。こちらでお値段の方なんですけど、79,800円で消費税になります。続いてこちらですね。タグの方が、はい、すいません。こちらの方になっております。ちょっとサイズ表記の方は記載が見受けられませんが、赤ボディにね、こちらの、総柄のパターンになっております。そしてバンブーボタンですね。はい。こちらに関してもコンディションめちゃくちゃ良さそうな状態です。なんか張り感もまだありますね。サイズ表記っていうところなんですけど、こちらで L 表記ぐらいだと思います。僕が着用してちょうどいいバランスのサイズ感だと思います。こちらでお値段なんですけれども、59,800円に消費税になります。続いてこちらです。タグがこちらですね。サイズがミディアム表記になっております。はい、メイドインマイアミの1枚ですね。マスタードのベースの色味にこちらの柄が入っているパターン。そして、こちらにポケットがつくパターンですね。はい。コンディションとしまして、特にね、困るような点はなさそうなんです。はい。ちょっとしたステッチ抜けが気持ち見受けられるぐらいです。サイズミディアム表記なんですけれど、このね、パターンの、ポケットのパターンのサイズ感はかなり大きめだと思います。僕でも全然余裕で切れちゃうような、ゆとり持って切れちゃうようなサイズ感だと思います。こちらでお値段59,800円に消費税になります。続いてこちらのハーフですね。タグはこちらのサイズがミディアム表記になっております。はい。そしてこちらの柄の1枚なんですけれども、はい。特にね、困るよね、ダメージ、汚れというのは見受けられませんが、サイズ、ミディアム表記ではあるんですけれど、結構着丈がね、短い仕様になっております。ちょっと僕だと着用難しい1枚にはなってしまいます。こちらお値段なんですけれども、こちらの方で29,800円に消費税になります。続いて長袖に入っていきます。まずこちらですね。ラルフローレン。こちらのタグでサイズが L 表記です。そしてポロシャツの仕様になっていて、青と黒と赤の1枚ですね。はい。こちらも軽くフェードしているぐらいのコンディションで、ダメージや汚れ、ひどい汚れなどが見受けられないです。サイズが L 表記になっておりまして、僕が着用してもゆとりを持って大きく切れるサイズ感かなと思います。こちらお値段の方なんですけれども、5,800円に消費税になります。続いてこちら、ラルフローレンのボタンダウンシャツです。タグはこちら、サイズがミディアム表記になっております。はい、ブラウンベースのね、ブラウンの単色ボディ、そしてネイビーポニーが入っております。この張り感がね、すごいコンディション良さそうな印象ですね。はい、めちゃめちゃいいと思います。サイズもミディアム表記ですね。僕が気持ちゆとりを持って着れるぐらい、ちょうどいいバランスのいいサイズ感かなと思います。こちらでお値段が6,800円の商品になります。続いてこちらのシャツですね。タグの方がこちらになっておりまして、サイズ表記はこちら L 表記、100% レオンの1枚ですね。そしてベージュって言ったらいいですかね。カーキ、ベージュの中間ぐらいですか。の色味の単色シャツになっております。はい。こちらでサイズが L 表記になるんですけれども、作りそこまで大きくなさそうですね。僕が着用して、ちょっとね、ジャストめになるようなサイズ感かなと思います。こちらでお値段の方が6,800円に消費税になります。続いてこちらネルシャツなんですけども、タグが WRL、こちらのタグでサイズが L 表記になっております。はい。そしてグリーンと白のね、白と黒か、チェックのパターンになっております。ちょっとね、ヨレってなってる生地ではありますけれども、全然問題なく着れるコンディションだと思います。サイズも L 表記、僕が着用してかなりゆったりするような大きいサイズ感になっております。こちらでお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちらもヘビーレルです。タグがこちらのファイブラザーですね。サイズが M トール。M トールマンのサイズ表記になっております。はい、配色めちゃくちゃいいですね。はい。こちらも融通ですけども、全然困るようなダメージ感、汚れなども見受けられない、コンディションいい一点かなと思います。サイズが M トールというところなので、僕も全然着用もできますし、着丈長めに着れるサイズ感になっております。こちらでお値段の方が7,800円に消費税になります。続いてこちら、めちゃくちゃいいシャツです。はい。タグはこちら、バンヒューゼンのタグになっていて、サイズが L 表記。そしてこちらのトールマンの表記になっております。コットンシャツなんですけれども、もうこの柄です。はい。そして白とパープルですね。めちゃくちゃ僕は、はい、個人的に好きな配色、柄の一点です。はい。ちょっと本当にね、欲しいなって思うぐらいのいいシャツですね。
サイズも L トールっていうところになるので、僕が着用しても着丈長めにね、しっかりと余裕持って着れるサイズ感のいいシャツです。これはかなりおすすめですね。お値段なんですけども、59,800円に消費税になります。それでスウェット類のご紹介になります。まずこちらなんですけども、タグの方は付いていないものなんですけれど、グレーボディですね。グレーの霜降りボディになっていて、ボートネックの仕様になっているでございます。はい。コンディションとしまして、ちょっとこの脇から袖にかけてのところですね。気持ち汚れが残っていたりだとか、細かいね、擦れなどが多少見受けられるコンディションにはなります。はい。バックの方もこういった形ですね。で、サイズ表記がちょっと確認取れませんが、結構正直小さいです。はい。実寸 S ぐらいかなと思います。この辺は女性におすすめのサイズ感かなと思います。お値段が7800円に消費税になります。続いてこちらのスウェットですね。タグがラッセル。こちらのタグでサイズが L 表記になっております。しっかりアメリカ製のボディで、こちらが黒のフェードでしょうか。はい。前部にこちらのチビタグもついております。はい。ここまでフェードが進んだ状態のものもね、なかなか逆に探して見つけきれないぐらいだと思います。サイズ L 表記です。僕が着用してもゆったりするような大きめのサイズ感です。こちらでお値段7800円に消費税になります。続いてこちらのハーフジップですね。タグがこちらオールギャップのものになっております。サイズが L 表記ですね。はい。そしてこちらネイビーボディの1枚なんですけども、ハーフジップで、ちょっとダメージ感がここの方ですね。少し傷が入っているような一点にはなります。はい。サイズ表記が L 表記っていうところなんですけれど、僕が着用するとかなりオーバーサイズで着れるようなサイズ感、ダボツルシルエットです。こちらでお値段なんですけれども、7800円に消費税になります。続いてリバースイブですね。こちらなんですけども、タグがこちらでサイズ L 表記です。メキシコ製の一点になります。ネイビーボディでこちらコロラドのラバープリントが2段で入っております。特にね、致命的なダメージ感はないんですけれども、軽いフェード感ぐらいでしょうか。サイズが L 表記、僕が着用して、気持ちゆとりを持ってきるちょうどいいサイズ感かなと思います。こちらでお値段15,800円に消費税になります。続いてこちらですね、リバースイブのフルジップパーカー。80年代の S 表記になっております。はい。グレーボディですね。そして YKK ジップが使われております。そして目付きのパターンになっております。コンディションはね、まあ、いわゆるユーズドですけども、致命的なものはないです。気持ち使用感があるぐらいコンディションですね。サイズ S 表記になるので、僕だと着用は正直難しいんですけれども、これは男性でも女性でもおすすめのアイテムです。こちらでお値段が25,800円に消費税になります。続いてジャケット類ですね。ちょっと少ないんですけども、こちら。まず、オールドギャップのこちらのタグがついております。サイズ表記の方はこちらで L 表記ですね。はい。ナイロンボディのジャケットになります。フルオーバータイプですね。はい。そして、コンディションとしましても、特にね、こういったアイテム、やっぱりね、こう汚れだったりとかダメージ目立つもの多いんですけど、比較的少ないかなと思います。サイズも L 表記というところなので、オールドギャップの L 表記、かなり大きいサイズ感になります。こちらでお値段なんですけれども、7800円に消費税になります。続いて、これめちゃめちゃいいです。リーバイス70505、こちらですね。パッチも残っていて、サイズ42表記。そして赤タグがスモールイン。66前期の上ですね。インディゴ染めがされている70年代の一枚になります。そして、マッコンですし、糊もまだ残ってるようなコンディション。バッキバキです。はい。サイズも42表記っていうところなので、僕が T シャツ1枚とかでいいバランスで着れるようなサイズなんだと思います。こちらでお値段なんですけれども、49,800円に消費税になります。続いてパンツ類ですね。ショーツからまずご紹介いたします。こちら、ラルフローレン。こちらのタグですね。サイズ表記の方なんですけれども、こちら36の表記になっております。ベージュボディの2タックのショーツですね。ちょっとしたね、汚れが残っているようなコンディションにはなりますが、はい、こちらになっております。実寸サイズがこちらでウエストが36インチのまんまですね。はい。履けるサイズの方多いと思います。こちらで6,800円に消費税になります。続いてこちらネイビーボディになります。タグの方こちらになっておりまして、サイズ表記の方ですね。こちらの方に35の表記になっております。はい。でこちらも2タックの入っているショーツです。はい。いいですね。実寸サイズこちらの方も、表記と変わらず35インチのまんまですね。はい。こちらでお値段9,800円に消費税になります。
続いてこちらが WRL のデニムになります。こちらですね。パッチもしっかりついております。はい、そして色味もいいですね。そしてボタンフライ仕様の一点です。このね、リペアの感じがね、はい、WRL らしい一点かなと思います。はい、実寸サイズ、こちらでウエスト36インチ、レングスが30インチ、3630。メシのサイズバランスもいい点ですね。こちらでお値段12,800円に消費税になります。続いてカーハートのダブルニーですね。こちらのプリントの方になっておりまして、サイズ表記は3630表記になっております。そしてブラウンダック、ちょっとね、やれてる感じとかはあったりしますけども、まだまだ履ける状態だと思います。はい。実寸サイズ、こちらでウエストの方が、軽く引っ張って37インチ、レングスは29インチです。大きめに履きたい方はぜひいかがでしょうか。こちらで12,800円に消費税になります。続いてリーバイスのコーデュロイパンツになります。こちら646コーデュロイですね。ジッパーの方がこちらの42タロンが使われておりまして、裏面ですね。こちらなんですけども、白タロンもしっかり残っております。はい。まあ、ネイビーボディが若干ね、フェードしてる雰囲気はありますけども、もう生地がくたってたりとか、ダメージ感があったりっていうわけではないです。そして実寸サイズめちゃくちゃいいです。ウエスト32インチ、レングスが29インチです。こちらですね。一応裾上げはされている状態ですけども、ちゃんとしっかりフレアも残っているので、そこまでこう極端に上げられているわけではないと思います。こちらでお値段12,800円に消費税になります。続いて、こちらブラックデニムですね。501ブラック。そして先染めタイプです。裏面からいきますと、ウエスト29インチ、レングスが30インチの表記。赤タブもしっかり残っております。まあ、ブラックがね、若干こう色落ちしてる雰囲気っていうのはありますけれども、程よく履きやすい感じかなと思います。はい、ちょっと裾口がね、若干擦れてるぐらいの印象です。実寸サイズ、こちらでウエストが29インチ、レングスが30インチ、表記通り縮みなしってサイズ感ですね。はい、こちらでお値段12,800円に消費税になります。続いてこちらアメリカ製の501になります。裏面からいきますと、ウエストが33インチ、レングスが31インチの表記です。赤タブもしっかり塗っております。はい、まあ、程よくね、色落ちはしておりますけれども、はい、全然まだまだ長く履けるような状態だと思います。実寸サイズ、ウエスト31インチ、レングスが28インチになっております。はい、めちゃくちゃバランスいいサイズですね。こちらでお値段19,800円に消費税になります。続いてこちらもアメリカ製の501です。こちらでウエスト33インチ、レングスが30インチの表記です。いい表記サイズですね。赤タグも残っております。はい、うっすらね、こちらもこう色落ちしていたりとか、少しペンキではないですけど、ブリーチなんでしょうか。なんかね、ちょっと特殊な色落ちをしている、なかなかない一本だと思います。実寸サイズ、こちらでウエスト32インチ、レングスが30インチ、3230。うん、抜群のゴールデンサイズだと思います。こちらでお値段15,800円に消費税になります。続いてこちらが、505でしょうか。はい。こちらですね。ジッパーの方がリーバイジップになっておりまして、裏面ですね。505のロットも確認が取れます。ウエスト32インチ、レングスも32インチの表記です。そしてオレンジタブがついております。はい。めちゃくちゃいい色に仕上がってます、これ。はい。レギュラーのデニムではかなり珍しい色だと思います。実寸サイズ、こちらでウエスト33インチ、レングスが31インチです。3331。本当にめちゃくちゃ雰囲気いいと思います、これ。はい。こちらお値段の方が25,800円に消費税になります。続いてこちら、リーのデニムです。101B になります。そして赤タグですね。はい。そしてマタリベルついてる古い方の年代ですね。はい。そして裏面ですね。こちらパッチのはないんですけれども、ピスはしっかり残っております。はい。いい色っすね。はい。こちらちょっと状態ですね。確認していきたいんですけれども、はい、ポケットなどは特に大丈夫そうです。そして股下の方も特に激しいスレ、ステッチ抜けも見受けられません。で、こちら太ももから膝にかけても、ね、ダメージリペアというのは特に入っておりません。はい。ただ、レングスの方はですね、こちら移植されている、裾が移植されているものにはなります。はい。そして、両耳の一本ですね。はい。で、こちらなんですけども、実寸サイズ、ウエストが37インチ、レングスが31インチ、3731。大きめサイズからいいと思います。
こちらでお値段が19万8000円に消費税になります。続いてこちら 501WX になります。 WX なのでこちら、隠しリベットも当然ついております。そして、スレーキリベットはシルバーのアルミのです。で、こちら裏面ですね。パッチの方が綺麗になくなっているんですけども、紙パッチのがついていたもので間違いないかなと思います。そして赤タグはしっかり残っておりますね。アーケードイエローの雰囲気もめちゃめちゃいいと思います。そしてこちら状態ですね。見ていきたいんですけども、ポケットの方がこちらですね。ちょっとダメージ感は来ている状態になります。でこちらに関してはリペアが施されていて、で、また下も、ちょっとステッチ抜けだったり、軽いスレが入ってるぐらいのコンディションです。で、太ももから膝にかけてっていうところは、特に大きなダメージリペアはないんですけれども、はい。裾口ですね。こちらにちょっとスレがあるかなっていうぐらいのコンディションです。オリジナルレングスで、当然耳もついております。そして、実寸のサイズになりますけれども、こちら、ウエスト29インチ、レングスも29インチです。ニックニック。はい。細身を出す。これね、はい。色味、めちゃくちゃいい色だと思います。お値段が25万8000円に消費税になります。続いて、ベッドストックのパンツをね、ご紹介いたします。こちら、ペインターパンツになりますけれども、こちらですね。はい。こちら、サンホライズの刻印がされているスナップボタン仕様の一点です。はい。そして、ジッパーがこちらにグリッパージッパー使われております。で、こちらですね。内側の方に、こちらのブルーベルのタグがついております。3430表記。いいサイズ。はい。こちらですね。実寸サイズも変わりません。そして水も通っていない状態。この状態から履けるのは最高だと思います。こちらでお値段の方が79800円に消費税になります。続いてこちらリーバイスの 911G になります。はい。ウエスト31インチ、レングスが34インチの表記。で、こちらの方も残っております。赤タグがレジスタのみになっております。いわゆる黒ピケのパンツですね。細身のスリムパンツになります。はい、表の方もこういった感じですね。ジッパーの方はちょっと下になっちゃってるんですけれども、こちらで、はい、タロンジップ使われております。はい。で、こちら実寸サイズも変わりません。ちょっとね、レングス長いって方には、はい、この状態なので裾上げしてから履くのも全然ありだと思います。黒ピケの 911G デッドストックです。こちらお値段の方が25万8000円に消費税になります。続いて、サンダルを1点ご紹介いたします。こちら箱付きのビルケンの1点ですね。はい。そしてサイズの方はこちら43の表記になっております。はい。で、多少ね、こう、履かれた形跡自体はあるんですけれども、ソール自体のね、減りは全くございません。はい。こちらですね。箱の方もちゃんとこちらの方に用意してあります。こちらの方でお値段が12800円に消費税になります。ウェルベージュの方で買い取り委託販売の方を行っております。直接店頭の方にお持ちいただいても構いませんし、郵送でお送りいただいても構いません。何かご不明点あれば、インスタグラムのダイレクトメッセージだったり、店頭にお電話いただければ対応いたします。よろしくお願いいたします。